いいいつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございますす青山です、えー、コーチングの話を一貫して、えー、っとお話をさせていただいているこのチャンネルですけれども前回の競争は不要そしてライバルはいらないという話についてですね、えー、少し補足をさせていただければと思います、えーっとまあ、勝敗そうは言ってもスポーツの世界勝たないと意味がないですよねっていう話ですよね でもちろん勝敗はあのー、っていいと勝敗はあってい,いそうそうじゃないとゲームとしてはあの面白くなくなっちゃうんで、まあ、勝敗を、まあ、楽しむ側になりましょうということですね勝つときもあれば負けるときもあるよと。 で勝ち負けがあるから楽しいとだからかもちろんあの勝つためには前頭前意を徹底的に働かせると緊張状態からリラックス状態に持っていくっていうことが自分自身の能力を徹底的に引き出すことになるのでそういう状態をいつも作っていくことそのためには勝つこともあれば負けることもあるとそっち、えー、どちらも楽しめるようなマインドを持ちましょうということを、えー、我々は学んできてるわけですね。 だからスポーツ選手の場合もちろん勝ちたいからこのコーチング理論を学びたいんです結果を出したいんですっていうふうに来るんですけれども、うんまあ、あのこの YouTube の、えー、とワールドピースコーチングの動画の中でもちらっとお話をしてますけれども、うんまあ、それはそうですよねと現役中は徹底的に記録にこだわってもいい,い,いでしょうとその結果を出すためにマインドの使い方圧倒的に いいこうリラックス状態を作りそして前途前を働かせそして、えー、自分自身の能力を本番で発揮できるようにしていきましょうとそういうトレーニングをどんどん日頃からやっていきましょうということでそういう方法論として伝えてきてるわけですけれどもそうは言っても、えー、いろんなこう、うん、場合によっては勝ち続けるということではなくて勝ったり負けたりっていうことがまさにスポーツの、えー、現場ですよね。 さまざまなスポーツの中で連戦、連勝というのはもちろんそういう記録を出し続ける方もいますけれども、えーとそうまあ、大半がですね勝ったり負けたりこの大会は金メダルをったけど次の大会は銀メダルだった銅メダルだったとでまたそこからいろんな学びを深めてまた金メダルを目指してさらに、えー、こう上の高みを目指していくというそういうようなマインドを作っていくということですよね。えー、と負けても楽しめるるマインドを作る もちろん勝つことが目的ではあるんだけれども勝ったり負けたりするという1つ上の抽象度でそういう勝敗を楽しむマインドを作っていきましょうということを我々は学んでこれを広げていってるわけですでこういうことを話をするとスポーツ選手はなるほどということで例えばですね現役中は徹底的に結果にこだわりたいそれはみんなそうなんですけれども現役後の話も最初からしちゃうんですよね いいやいやもう現役中のね結果を求めているのにいきなり引退後の話ですかって思われがちなんですけれどもそうじゃなくてやっぱり人生長いので,でスポーツ選手の,そのトップでいられる時期っていうのはやはり人生の中で言うとまあ,あのその一部なんですよね。とは言ってもサッカー選手だったとしても野球選手だったとしても。 えと昔は30過ぎたぐらいがあのもう現役引退だなんていうふうにトップ選手とも言われてる中今はおそらくその体のメンテナンスの仕方とか怪我をしにくいトレーニングの仕方とかそういうことがすごく研究されてきてるんだと思うんですけど30代後半でも全然バリバリ現役トップでされてる方もいるし、まあ、その競技によってはですね えと40代でも50代でもバリ,バリあの現役トップで活躍されている方がいるということもあるので、まあ、年齢で何か区切るというわけではないんですけれどもその中でもそうは言っても現役後結構いろいろ長くいろんなことを活動することになりますよねと先に、えー、頭の中にセカンドキャリアを 思い描いていただいてそこにもゴールを設定していただくでそうすることによってじゃあ現役中はどこまで、えー、結果を出していこうかもっともっと結果出したいなとぶっ飛んだ結果出したいなっていうゴールも、えー、さらに高く設定するそういうきっかけになったりするわけですね。 もちろんそのゴールを設定してもうまくいく場合もあればうまくいかない場合もあるそういうことが最初から分かった上でえで、ー、最高のパフォーマンス自分にとっての最高のパフォーマンスを常に出し続けてそしてそれが、えー、ハッピーなその、まあ、スポーツ選手としての、えー、人生の歩み方ということで自分で自覚しながら楽しみながら勝ってももちろん楽しいし。 負けても悔しいけれどもそこからたくさんのことを学んでさらに次に向かう未来に向かうということが常にできるマインドこれが勝敗にこだわらないマインドだということですね。ということでまさにあの勝っても負けても関係ないじゃんって言ってね、えー、っと学校で一時期流行ったかけっこは手をつないでゴールをあのゴールテープを一緒に切りましょうっていう。 こともまあね、個人的には否定はしないんですけれども、やはり競技、いろんなゲームの中でいうと、勝ち負けがあって楽しめるという、そのいわゆる、うんまあ、娯楽としてというですかね、エンターテインメントとして、楽しむという、その一つ上、二つ上の抽象度から、えー、いろんなところをこう見れる視点を持ちましょうという。 そういう発想でですね、ぜひ競争は不要、ライバルは不要、えー、佐藤選手のライバルは不要の中ですねうんそうやってこうライバルを持つと負けたくないとでん、まあ、相手のですね、えー、っと成功とかですね、うまくいった時の まあそれその状況に対してですね一緒に喜べなくなると、で妬みとかひがみとかっていう負のマイナスのこの感情が出てきて本来はそれはいらないでしょうと、じゃなくて、えー、彼もやってるね、ね彼もやってるんだから、ねえー、じゃあ自分もここやってみようとね、ねプラスに自分をどこを磨けばいいのかってことに常に振り返るというマインドだと言ってました。それが えー、J リーグ得点記録を生み出すための一つの,一つの秘訣だというような言い方をしているわけですね、すごい話ですよね、我々の理論と、まあ、合致しているわけですねで、佐藤久人選手はそれを自分自身でずっとこう苦しい、まあ、サッカーの,この、まあ、トレーニングとかですね、で試合をこう毎試合 積み上げていく中で結果が出たり出なかったり、その中でそういう,こうメンタル、感情の動きとかですね自分自身のパフォーマンスを引き出すためにはどういう心構えがいいんだろうと、どういうマインドセットが必要なんだろうかってことをずっと考え続けて、まあ、ある先輩の,その所作を見て、行動を見て、自分はあじゃあこうしてみようと、これが一つのヒントだっていうことで、まあ、考え始めたのが、まさにライバルを作らないと。 そうすることによって、結果を出している先輩だったとしても、同僚、後輩だったとしても、一緒に喜べるわけですね、そしてお互いに高,み高め合うという、まさにコレクティブエフィカシーの関係を作ることができるということ、いやこれはもう、素晴らしいというか、ですねさすがだとしかもう言いようがないですね、もうなんか尊敬しますよね、ここまで極めて、えー、やってきた選手が。 まあこういったことをですね披露してくれた心の中にしまっておいた考え方の一つだと思うんですけれども教えてくれてそしたら我々の理論と合致してるということをお伝えしたらですね <laughs> でも、我々としてはそういうことを口で説明するにしても、なかなかこれ、できるものじゃないので、特にスポーツ選手なんか勝敗の中で生きてますからね、負けたらもうレギュラーから外されてね、えー、ともう次の年、契約取れないかもしれませんっていう、ギリギリの中でやってるのに、いや、勝敗を楽しみましょうと言っても、うーんっていう形になりがちなんですよね。 だからそういうところで、えーまあ、ギリギリの,あのトップの選手がギリギリの勝敗の,その紙一重の中で戦っている中でたどり着いたマインドの使い方が、えー、このコーチング理論と合致しているでその裏側には、えー、今、今回説明したような内容も含まれているということを改めて、えー、振り返ってみていただければいいんじゃないかなと思います。 まあ前回の補足になりましたけれども、まあ、前回と今回合わせてですね、えー、競争は不要ライバルはいらないということを、えー、改めて、えー、一歩も二歩も深めて、えー、まあインストールできるんじゃないかなと思います自分はすごく衝撃を受けたし感動しました、えー、また一歩コーチングの理解が深まったなと自分自身本当に思ったのでぜひ皆さんも一緒にですね あのコレクティブエフィカシーの体感を、えー、自分の中に取り込んでみてください今回は以上ですワクワク様でした